コアは中国の旅客蒸機船である。1948年12月3日に、広ーホ港が長江に注ぐ河口の外でワクチンし、多数の死傷者を出した。これは20世紀の中国最大の海岸事故となっている。コアリンは、もともと日本のハリマ造船所において1939年に建造された貨客船で、東亜海運株式会社が、 コーアマルの名で運行していた。日中戦争が終わった後に、中華民国海軍が接収し、対戦中に喪失した商船の保証文として、中国の国営海運会社、招き商局に譲渡コウアリンと解明されて、上海、ネアハ間の海路に投入されていた。沈没の直前、上海港政局は、コウアの検査を行って、多数の不合格点を発見して、 要回収としていたが、招き消極はこれに同意せず、結局最後の公開となった12月3日の運行の後に回収することになっていた。港湾の残骸港湾から救出される乗客船1948年12月4日、上海からネーハに向けて出港した。港湾は、上海の北50マイルにある広北港川口街で沈没した。原因は嫌いに接触し船尾が破壊されたためと、 考えられる。沈没時、コアは、排水量2100トンであり、当時の採祀のために、ネーハに帰る在上海ネーハ人が多数乗っていたほか、国境内戦中の中国共産党軍の前進から逃れる難民でいっぱいであった。正確な犠牲者数は不明であるが、乗客名簿には、乗客は2150人であったと記録されている。しかし、 ほぼ確実に多くの密航者が乗っていたと考えられる。なお、コアの公式の定員は1,186人であった。救助隊は数時間にわたって事故のことを知らなかった。この事故で2,750人から3,920人が死亡し、700人から1,000人の生存者は別の船舶に救出されたと考えられる。 コアは1956年に航路春節の際に引き上げられ、翌年慰霊祭が行われた。1959年に中国庁高校運集団の手により再び過客船として運航することになった。1966年には東方紅れない8号と改名し、1983年に退役して長年武漢市の岸壁に係留されていた。 2000年、文州市で船舶解体中に火災で消失した。ダリンだけがネーハの博物館に展示されている。コア沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。